こんばんは。では今日も記事を読んでてみましょう。今日の記事はワクチン接種後に死亡の中日木下雄介セット投手、いまだに、球団から補助金が支払われずっていうですね。で、昨年8月3日、中日木下雄介投手が妻と2人の幼児を残して急逝した。この一報が球界に、衝撃を与えたのは、彼が27歳の若さだったからだけではない。それはコロナワクチン接種後の悲劇だったんだ。しかし、この時の状況について球団は、遺族にも満足な説明をしていないということで、本誌週刊新潮と2021年8月5日号が、他メディアに先駆けて木下投手の異変を報じた際、中日ドラゴンズオーナーで中日新聞社長でもある、大島なんからしは取材に対して木下投手は新型コロナワクチンを打った後練習中に体調を崩して入院しており、容体が非常に厳しい状態だとは聞いていますと明かしていた。しかしその死因等については正式に公表されることもないまま、今に至っているということで、中日関係者が声を潜めている。球団は遺族にも木下投手が倒れた際の様子などを含めて一切説明していませんでした。遺族側が、昨年10月末、名部長らに詰め寄り、初めて詳しい事情が書かされたのです。実際木下投手には何があったというのかということで、まあ、ワクチン接種後に亡くなられたということでね。ただ27歳の若さっていうのはね、だから仮に彼がコロナにかかってて亡くなってたでしょうかっていうところですよね。でワクチン打ったから亡くなったと思われるということですよね。しかしこれって国が保証するとか言ったけど、球団が保証するんですかね。ちょっとその辺のシステムはよくわかんないですけど。で、次、もっと早く AD が使えていたら、生前彼と親交のあった知人が打ち明ける、ゆうすけは16年に育成枠で入団したのですが、昨年のオープン戦で肩を脱臼してしまいました。致命的な怪我で彼も首を確保していたようですが、来年度からも2年間契約してもらえることになった。そのため投げることができるとも、ランニング関係協会には落ち込んでいったんです。そんな中、木下投手はお首にあたる昨年6月28日モデルナ製ワクチン接種を受けることになった。副反応で腕は少し痛かったですが、翌日から通常のリハビリトレーニングをこなしていたそうです。しばらく木下投手は変わったところはなかったというが、7月6日、6月28日に打って1週間超横ぐらいですか、午前10時7分、トレーニングルームで様子が急変する。下半身のウェイトトレーニングをした後、ベンチに腰掛けていたそうです。ユースケは尿に大きく吸収し、周囲の人が非常に響いて、その時の彼は、目を開いていても意識がなく、体は硬直しているような状態だったとか、先の関係者の話、その場に居合わせたスタッフはすぐに救急措置を講ずることができませんでした。トレーナーの一人が119番したのは11時13分、異変から6分が経過していました。さらに AED を使用し、心臓マッサージを開始したのは非常事態が発生して8分が過ぎてからだった。木下投手は病院のICU で緊急オペを受け、心臓に機械を入れています。約1週間後には心臓自体は蘇生し始めたものの、低酸素脳症に陥り、脳死状態と診断されてしまいました。もっと早く AED を使えていたら、心筋炎とかってね、起こしやすいとかって言ってた気がしますよ、若者の。AED は有効なんですかね、ちょっとその辺もわかんないですけど。最終的な死因は低酸素脳症による臓器不全だった。で、激症型心筋炎というやつで、木下投手の遺体を解剖したところ、激症型心筋炎が原因で心臓が急に止まってしまったことが判明しました。ワクチンによる副反応の心筋炎が疑われるということでした。ワクチン接種後に激しい運動を行ったことが引き金となった恐れがある。っていうところが気になったんですよ。なんで読んだかって言ったらね。
別にワクチンにケチつけたりとかコロナがどうのこうのとか言うつもりはなくて、激しい運動を行ったからことが引き金となった恐れがあるって言ってね。だからこそ球団側は遺族にすら詳しい説明を避けていたのです。まあ、準備をやってみましょうか。その後の対応にも問題があった。球団側は遺族に500万円の何だろう金を提示して、それで全てを片付けようとしている。スポーツ関連の法律問題に詳しい岡なんたら弁護士は、試合や練習中などの稼働による死亡事故が起きた場合、全ての球団と選手が結んでいる契約、まあ、統一契約に基づいて球団は5000万円の保証金を選手の相続人に支払う義務があります。で、保証金の規定すらストーチせず、つまり木下投手の死が練習に直接起因したものと認められれば遺族には5000万円の保証金が支払われるはずなのだ。ところが中日側はその保証金の規定についても当初の遺族に通知し、当初遺族に通知していませんでした。遺族がそれを知った今も練習が直接の原因ではないと主張して補助金の支払いに応じていません。今回改めて大島氏に話を聞いたところ、球団にはできる限り遺族に誠実に対応しようと言っています。ただ意見の違いがあって思うようにいかず話し合いが続いていると言っています。不審の争いの解決はまだ時間がかかりそうだという記事ですね。だからまあ球団側はその例えばクロスプレーになって首がぐにゃっと曲がってそこで指示というか円錐とかやられたら呼吸が止まっちゃって死んじゃったとかっていう場合は500万円じゃないわ5000万円払うっていうことですけど、うん、っていうことですか書いてあるんですけど、でこのワクチン接種後に激しい運動を行ったことが引き金となった恐れがあるって書いてあるんですけど、まあ、ワクチンを打つ私も何人も打ちましたけど、頼まれたところだけね、別に自ら打てって言ったことはないんですけどね。で、その時に、まあ、もう書いてあるんですよね、激しい運動は、今日、明日は、今日はやめてくださいとか書いてあるんですよ。それを、まあ、看護師さんが言わはったりとかするわけですけど、この激しい運動っていうのもね、すごい文学的な表現じゃないですか。じゃあ誰にとってどう激しいのかっていうことですよね。だからその激しいの定義が例えば僕はいつも運動の種類を分類するのに使ってるやつですけど、強度、容量、頻度ってわけですけど、じゃあ強度が高い運動がダメなのかね。だから例えば100キロのベンチプレスできる人が100キロに調節するのがやめとく。それは1回だけですよね。うん、やめるだけですよ。それをやめてくれって、激しいからやめてくれってのが、もしくはマラソンみたいに、ね、2時間とか3時間とか限界にまで、長くこう、母言いながらやる運動はやめてくれって言ってるのか、もしくは日常生活動作みたいな、仕事を残業するのはやめてくれ。ね、だから長い時間運動するのが激しい。労働基準法じゃないけど、そういう、ね、一応労働災害の認定とかで、労働時間が長いことが悪である、ね、過労死とかの原因であるってことになってますから、なんか労働時間が長いのが、激しい運動であるという判断でしょ、あれは。だからそういう時間が長いのか、カロリー消費が多いのか、運動強度自体が高いのか、どれがダメなんですか。運動強度が高いやつ、1日とか絶対できないんですから、もちろんマラソンだって、ね、2、3時間走ったところで、それ以上はきついくらいのレベルの運動をするわけですよね。で、もちろん、このワクチンは、特例承認っていう承認のされ方をしてますよね。だから治験をゆっくりと普通の薬剤みたいな段階を経て承認したわけではないっていうことですね。で治験も一応行ったってことになってますけど、
まあ、厚生省のページ見たら分かるけど、あの日本のそのやった治験って、あのプラシーボ、プラセボ、あの偽薬打たれた人が40人ぐらいだったかな。で、本物の薬を打たれたのが、110人ぐらいだかな。それ忘れましたけど、150人ぐらいの人で治験してるんですよ。150人の人にして大丈夫でしたって言ったところで、まあ、もちろんプラシーボも、プラセボの方は大丈夫なはずです、通常はっていう話でしょ。ただ、1000人に1人の副作用とか、あの1万人に1人重篤な副作用が出るとかっていうのが、そう100何人ぐらいじゃ漏れる可能性が高いですよね、やっぱりね、そういうあの少ない数で治験したってね。じゃあそれできっちりとやりましたっていうことになってるんですが、まあ、特例承認っていう形ですからね。だから、あのそうやってあのワクチン自体の副反応か効果かっていうのも、それぐらいしか調べてない状態で全員打ち始めたわけですよね。で、もちろんじゃあそのワクチン打った人が運動したのと運動してないのと比較しました。マラソンしてもらったのと、思いっきり踏ん張るの、最大重量に挑戦してもらうのと、一日中はあの労働してもらったのと、どれが悪いのか調べてみましたとか、そんなしてるわけなわけですよね。だから、そのワクチンが運動したことによって悪いと、運動を行ったことが引き金となった恐れがあるって書いてあるんですけど、どこに根拠があるんですかっていうことですよ。で、まあ、インフルエンザでもね、ワクチン打ったら、あの今日は激しい運動やめてくださいねとか言うんですけど、根拠あるんだって感じですよね。で、あの医学論文で、あの運動した方が悪かったっていう論文って、ほとんどっていうか、まだ見つかってないって、2000年ぐらいの時は言われてますよ。ただ多分その後も出てないんじゃないかな。運動した方が悪かったっていう論文がね。だから、あの安静にしたら悪かったっていうものが圧倒的なわけですよ、世の中ね。だからあの、エコノミークラスとか言われて、あのね、ちょっと飛行機乗るときじっとして身動き取れなかったっていうだけで、肺梗塞で死なはる人とか出てくるわけですよ。安静ってそんだけ死んだりとかするぐらいの副作用が、しかも循環障害を起こしやすいわけですよね。それなのに、その循環障害で言って一応、まあ、心筋炎っていうのはちょっと どういう病態かっていうのははっきりまだ知らないですけど、知らないとか、読めないところがあるかもしれませんが、運動したら必ず悪いんかっていうところですよね。それで、その運動したから悪いんだっていうのにちょっと、ね。で、運動して死んだからっていう保証が出されてないのがおかしいっていう。まあ、これはでも、ワクチンの方で言うべきだろうなって、そういう思いますよね。普通に野球してて、あの心筋からそんな亡くなることはなかったでしょうから、この方がね。仮にコロナにかかってたって、この方が、うん、運動したからコロナが悪化したとかっていうのも、僕はおそらくないと思いますよ。だからその、なんかの病気になった時に運動した方が悪いということをよく言うんですよね。あのドクターストップだ、安静にしないといけない、安静のために入院しましょうとか言うんですけど、それに根拠があるのですかっていう話では、ほとんど根拠がないんですよ、多分じゃなくて。だから、根拠を示す論文なんか一個もないと思うんですよ。だって、運動した方が悪かったっていうのが今ないんですから。なのに、これが、そこでなんか、運動したから、してたやん、してたから悪いんじゃないのみたいな、したから死んだんじゃないのみたいな感じで、あの、球団側とその家族側で、ちょっと揉めたみたいですけど、でこれはまあ、普通に考えたワクチンの人が出なくなってるわけですから、そのワクチンの副反応出なくなったのも、もちろんまだなんか否定もしてないとかいろいろ話を聞いたことがありますから、実際知らないですけど、まあ、そこで保証すべき問題かなって思いますよね。もちろん、その、ワクチン打つときに、これ一応任意ですから、球団が打てと言ったとしても、断ったら断れたはずなんで、しかも、あの、副反応が起こる、あの予想できない副反応が起こることがありますみたいなことに、理解したというサインをしてはるはずなんで、まあそこで、だから、どこまで言えるのかっていうことですよね。はありますけど、ということで、その、皆さんね、なんか何でもね、あの、なんか病気になって運動したから悪くなったとか、なんか
運動が悪いという、ことをよく思いがちなんですが、実はそれは人間ってね、安静好きなんですよ。行動するリスクをね、ちょっとね、過大評価してますよね。っていう動物らしいです。なんか選択の科学って今書いてありましたけど、選択する行動とかするのも人間は危ないんじゃないか、じっとしてる方がいいんじゃないかって思いがちなんですよね。ただ、実際はそのじっとしてる方が実は危険なことが、特に健康に関しては多いっていう話が、しか論文ベースではないんですが、人類の性質として安静が好き、安静にしなさいって悪くなったら文句言う人はいないんですけど、運動していいですよって言って運動して悪くなったら運動して悪くなったんじゃないかっていう人ばっかが多いんですよね。だから安静の方は死ぬんですよ。だからね、安静で死ぬことはあって、まあもちろん運動でもマラソンでもね、AD なかったら救命できない、心臓止まるとかっていうのはもちろんあるんですが、それはだから限界に挑戦するようなことをすると、そういう、まあだから普段の練習とかも改善とかもあると思いますけどね。ですから必ずその運動した方が健康を害するという、動くから壊れるものであるというその機械論で考えると、健康になれないんじゃないかなっていうことが多いっていうことですよ。だからこのワクチンの話を運動を絡めてなんかわけわからなくしてるなっていうふうにちょっと感じたので、ちょっとこれを読んでみましたっていうふうに思いますよ。何か質問もないようなので、誰も書いてないので、じゃあ今日はこれで終わります。